こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、アメリカに銀河連合が来た。なんかツイッターでね、とんでもない動画がね出回ってるっちゃんね。なんかアメリカにね銀河連合が来たということで、何マザーシップ的なね動画が出回ってるとよ。なんでね、今日はねちょっとその動画はね、まあ、CG かもしれんし、ただのライトアップかもしれんけども、まあちょっとミルキーブルーはね、そういうオカルティックな感じのね話題好きなんでね、皆さんと共有したいと思っとりまんもーす。では早速その方のツイートを見てください。 HIQ1717、 完璧に銀河連合来たよ、マジですごい。どう思う？確かになんか違和感のあるライトアップよねこれ。っていうかライトアップっていうか、空からこれ光が注いでる感じよね。まあこれが CG っぽいっちゃ CG っぽいしね。でもコメントとかではね、すごすぎるとか、いよいよ来ましたね、マザーシップです、感激です、誰がサーチライトの光だと。だとしたらこんな不規則な光の集合ではないですよね、とかね、いろんなね声が飛び交ってて、まあこれはね、まあ人それぞれの受け取りようによるけども、まあミルキーブルーはね CG の気がするけど本物と思いたいみたいなね。まあこのままアメリカ大統領選が終わってしまうのか、まあアメリカ大統領選のね就任式も1月20日日本時間で、まあ、夜の19時以降やけども、まあ、寝てる時に就任式があるのかもしれんけど、どうなるかいなね。ちなみにトランプ大統領がね19日に20分のね動画を公開してるとよ、まあ、それによるとね言ったことが、まず次期政権、バイデン政権って言ってないっちゃんね、次期政権に成功を祈る、大統領選でのね自身の敗北にも全く触れずに、私たちの運動は始まったばかりだって言ってるっちゃんね。意味深じゃない？だってまず敗北を認めてない上に、次期政権成功を祈る、始まったばかりだ、バイデンと言ってないとよね。まあこういったね、またトランプのこの発言からいろんな憶測が飛び交うと思うけど、まあいろんな情報ある中でね、ミルキーブルーが思うに、まあその何、連合軍とか軍事政府とかいう情報あるけどね、まあバイデン政権にもしなったとしても絶対うまくいかんと思うね。だって国民から何ちゃんと信頼を得ずに大統領になってるけんね、これがどういう意味なのか、支持もされんし批判ばっかり飛び交うやろうし、うまくいくとは思えんよね。映像見てもヨボヨボやんね。まあどうなっていくかわからんけども、まあ、とりあえず明日の就任式ね見守りましょうね。もしかして何か起きるかもしれんばいね。
ではご視聴ありがとうございました。それでは。